直線コースでのゲートイン、今日は最高気温35度になった札幌、雪も恋しくなる真夏の新潟で、失礼、夏の札幌でニセコ特別です。スタートしました。ちょっとつまずいた飛び出しになった3番の南陽のサラ、うち2番の湘南アビアス、2頭の先陣争いになっています。外から7番スマートビクター、あとは9番タロファイター、10番メイクザビート、12番サンライズスコールです。あとは4番ロードマゼラン、その後8番サンマルパトロールがついていって、これから1コーナー回っていきます。隊列が決まりましたか。先頭は3番南陽のサラ、佐々木大輔リードを1馬身取っています。2番手の位置に7番のスマートビクターが続きました。9番タロファイター、10番メイクザビート、うち2番湘南アビアス、3番手集団です。2馬身後ろ12番サンライズスコール、前から数えて6頭目、先頭まで4馬身圏内です。3馬身後ろ4番ロードマゼラン、3馬身開いて中段後ろに6番レッドデクスター、8番のサンマルパトロール、13番のポワンキルミナン、そして14番のプリティジェニーと続いています。11番の東方キザンは最後方から、残り800の標識を過ぎます。先頭3番南陽のサラです。リード1馬身、これに7番スマートビクター、9番タロファイター、10番メイクザビート、2番手集団3頭が前との差を詰めます。あとは2番湘南アビアス、12番のサンライズスコール、4番ロードマゼラン、前の集団差がなくなってきました。隊列入れ替わって7番スマートビクター、外から9番タロファイター、さらに外10番メイクザビート、この3頭の先代になって3番の南陽のサラは交代しています。4番手には12番サンライズスコールが上がって、もう先頭まで体半分のところ、第4コーナーをカーブ、これから直線コースの攻防、先頭は内から2頭目10番メイクザビート、リード体半分から1馬身になりました。2番手は外から12番のサンライズスコール、さらには4番のロードマゼラン、外から8番のサンマルパトロール、間をさばいて6番のレッドデクスター、13番のポアンキルミナンです。先頭は10番のメイクザビート、リードは2馬身、差を詰めてこようとする4番ロードマゼラン、さらには12番のサンライズスコールですが、先頭は10番メイクザビート、降臨メイクザビート先着、2着4番ロードマゼラン、12番のサンライズスコール3番手。